はい。ではお話の前に、今回出てくる新しい昔の形、sell。これは今の形で売るだったよね。売りました。sold。sold。持っているの have の昔はもうやったね。had。で、作るとか、買う、来る、見る、見える。これは全部復習です。お家でちゃんと見直しておいてね。では、number one。一緒に読むよ。せーの。In Sunny Town, they had a book fair in the city library last weekend. サニータウンでは、みんなはね、had 持ちました。何を持ったのかな ?A book fair。本市場。っていう感じかな。古本やもちろん新しい本も売るんです。本のお祭りだ。In the city library。めぐちゃんのライブラリーじゃなくて、市の図書館で行われたんだね。はい、last weekend。なんか、ウィークエンドの意味をちゃんと知らない人がいるらしい。これは週の終わり、週末です。土曜日と日曜日のことだね。だから、先週の週末に行われました。はい、次せーの。The owners of some bookstores came and sold books. オーナーは日本語のオーナーと、あ、オーナーは日本語のオーナーと同じかな。持ち主。で、何の ?some bookstores。まあ、本屋さんきっといっぱいあるんだろうけど、そのうちいくつかの本屋さんのオーナーたちが came。やってきて and sold books。売りました。本を売りました。次せーの。A famous writer came and talked about his new book. よくあるよね、本屋さんなんかでも。有名な、famous は有名なっていう意味なんだよ。有名な writer、作家、書く人だからね、作家が came やってきて、何したの ?talked about his new book。うん。新しい彼の本についてお話ししました。本の宣伝も兼ねてのスピーチでしょう。もう一回行くよ、せーの。A famous writer came and talked about his new book. はい、次、ready go. Meg brought books from her library and sold them. Grandma Anne helped her. もうね、help についたら過去だよとか、わかってるよね。Meg brought. 何 brought は持ってきました。だから自分のライブラリーから本を持ってきて、それを売ったんだね。で、一人じゃ大変。グラマーも彼女を手伝ってくれました。はい、次行くよ、せーの。There were some magazines too. There is とか there are で始まったら何かわかる、ゆあちゃん。何々がある。で、本だけじゃなくて、there were、これ昔。何冊か雑誌もありました。magazine は雑誌だからね。もう一回せーの。there were some magazines too。はい。フレッド君たちの絵もあるよ。何してんのかな?せーの。in the library garden, Fred and Farmer Bob opened a sandwich shop.Bob brought eggs and vegetables from his farm. Fred baked bread and brought it to the shop. They made egg sandwiches in the garden. Their shop was very popular and many people bought lunch there. はい。これね、先生もう意味言わない。bake だけわかりにくいかな。Fred baked bread.Bake は、そうね、パンとかパイとかクッキーを焼く、オーブンで焼くという意味。とをつければそのまま昔になります。その下に popular、これだけ線があるよね。これは人気があるということ。みんなだって学校で popular、人気があるでしょ?はい、number two。せーの。A lot of children came to Meg's shop and bought old books.Because they were cheap. まあ、4級に出てくるような単語もじゃんじゃん覚えようね。cheap というのは安い。たくさんの子供たちが何をしたの?どうしてかな?これも教えてね。はい、次せーの。They enjoyed reading books and eating sandwiches in the library garden.
楽しそうだね。はい、enjoy。なんだっけ？あ、そうだ、enjoy するって日本語で言うんだった。楽しむ。ね、だから子供たち本を買った後、その本を読むことを楽しみました。あと、library garden でもう一つ何かして楽しんだよね。何だったのかな？教えてね。はい、次、せーの。Meg sold all the books before lunch. 人気があったんだね。ポピュラーだったんだね。これも。all 読めた？意味もわかるかな？全部、すべてっていうこと。なんと、お昼の前にすべて本は売っちゃったんです。全部、売り切れ。はい、次、せーの。When she got up, Meg saw a strange man in the hall. なんだっけ、strange。奇妙な。だから、メグちゃん、やっと本を売り終わって、立ち上がったとき、ホールの中に奇妙な男の人を見たんです。はい、次、覚えるとこ、せーの。He was sitting in front of a small table.In front of なんて一言で言っちゃうんだよ。どういう意味だっけ ?in front of. そう、何々の前に、前で。その奇妙な男の人はね、he was sitting, 座ってたんです。この前している最中とかしていた最中、いや、じゃあやったよね。was イコールがあって、ing だから、座っていたところでした。座っていました。え、a small table 見える絵の中にあるよね。小さいテーブルの前に座っていました。でね、一冊しか本売ってないの。次行くよ、せーの。There was a big, thick book on the table. そう、一冊だからこれは there was だよね。there were ならたくさんあるんだろうけどね、二個以上ね。thick はなんだっけ、みんな。厚みのあるとか。まあ、濃いとかね。これは厚みのある本だったんです。大きくって。一冊だけあったんだね。次、せーの。It looked expensive. Look は、これだけで何々みたいに見えるって意味があったよね。それは高そうに見えました。そうよ、expensive は cheap の反対でお値段が高いという意味でございます。ちょっと高そうだよね。これ立派な本だから。タイトルをよく見てね。20332033年って書いてあるね。はい、次、せーの。Meg went to the man and said, Your book is beautiful. Is it a history book? 年代が書いてあるから、歴史の本かな。でも未来だよね。2033年って10年後です。歴史の本なのかな？そしたら男の人が、せーの。The man said,Open the book and you will see your future. Future は将来とか未来という意味。いきなり誰々さんはがなくて open。なんていうことだろう？これどういうこと？そう、開けなさい。だから誰々さんがねっていうのがなくて、ただ run って言ったら、走れだよね。study だったら。勉強しなさい。これは open the book。本を開けてごらん。そうしたら、うわぁ、自分の将来が見えるでしょうよって言ってるよ。なんとかな。はい、ではテストします。Number one。先週末に。はい、last weekend。はい、一人の有名な作家が来ました。ここまで。A famous writer came。そして、彼の新しい本についてお話しました。Right. And talked about his new book. About. もう大丈夫かな？ハルト君も大丈夫？はい、有名な作家が来て、新しい本について話しました。口に覚えさせよう、2回続けて、せーの。A famous writer came and talked about his new book. A famous writer came and talked about his new book. はい、何々がありました。何で始まるんだっけ、ゆあちゃん。そう、there で始まるんだよね。で、昔で2個以上だったら、there の次何入れようか、ういちゃん。war だよね。じゃあ、それで始めてね。
何冊かの雑誌もありました。Exactly. There were some magazines too. じゃあ人気があるって何？ Popular. Excellent. はい、number two. 値段がお安いのは何でしょう？はい、cheap. それから彼らは本を読むことを楽しみました。Wow. They enjoyed reading books.じゃあ、私たちはお勉強するのを楽しみましただったら、We enjoyed studying. みんなはここでは楽しそうにお勉強してるよね。I'm very happy. はい、めぐちゃんは全部の本を売っちゃいましたよ。お昼の前に。いきなりできた。Ready go. Meg sold all the books before lunch. じゃあ、ファーマーボブは、お昼の前に全部サンドイッチを売りました。せーの。ファーマーボブ sold all the sandwiches before lunch. Good job. はい。彼は、じゃあ座っていたところでした。座っていました。ここまで。He was sitting. で、小さなテーブルの前に、in front of a small table.全部つなげて ready go. He was sitting in front of a small table. いい？金曜日の子たちも in front of とか言わないだよ。in front of 一言で言ってね。それは高そうに見えました。お値段がね。Good. It looked expensive. じゃあね、未来とか将来。Future.みんなも自分のフューチャー見られたらいいのにね。見たい？怖いかな？はい、では2週目いきます。2週目の昔の形はたった1個新しいのはね。think。そう、考える、思う。ケイチ君も全部最近覚えてきてくれるよね、先生は。とても、I am very proud。誇りに思います。で、昔になるとやっぱり舌を噛んでから、thought。thought, 思いました。考えました。Okay? はい、number three. 確か、未来が見られるよって言われて本を開けるんだったよね、めぐちゃんがね。はい、次、せーの。When Meg opened the book, she saw a picture of a young woman. あら、めぐちゃん、本を開けたとき、どうしたの？she saw a picture. 写真を見ました。で、誰の？何の？ of a young woman. woman ってわかってるかな？女性だよ、女の人ね。young は？そう、皆さんのように若いという意味。だから、本を開けたら、めぐちゃんね、若い女性の写真を見ました。で、次、せーの。she was sitting at a desk in a beautiful room.まあ、あんまりビューティフォーに書けなかったんだけど、ちょっとおしゃれなね、お部屋の中のデスクに、はい、she was sitting は？そうよ、座っていました。ね、イコール was に ing だもん、していた最中でした、座っていましたよ。はい、次せーの。Meg thought, who is this? I think I know the woman. メグちゃん、声には出さなかったんだろうけど、はい、thought は何だっけ？そうだよね。思いました。めぐちゃん思いました。Who is this? Who は？誰だよね。これは誰？これね、よーく見てみたら、I think 私思うのよねって、なんて思ったの？ I know the woman。そう。その女性のこと私知ってると思うわ。なんか見かけたことがあるような。で、これ、めぐちゃん声に出して言ったわけじゃないんだよ。それなのに次せーの。The strange man said, of course. 何 of course? もちろん。その奇妙な男は言ったんです。もちろんですよって。It is you in the year 2033. それは2033年のあなたなんですよ。って言ったの。Meg was surprised and asked,
あ、ちなみに asked 何？あの、Joey looked up at her mom. Really? She asked. で、出てきたよね。なんだっけ。うん、聞きました。質問しましただね。これ昔だからね。びっくりして聞いたの。Me? 私？ Is this me? 私なの？ When I am 21 years old? 要するに今11歳ってことだな。そしたら。私が21歳の時の私？って聞いたんです。The man said, yes, you will study in Italy. Wow! うわぁ、こんな未来が分かっちゃっていいのか悪いのか。君はね、イタリアで勉強するんだよって。うん。一応イタリアっぽい窓を描いたつもりなんだけどね、この部屋。はい、次せーの。You will write stories there. しかも、何するんだって、そこで。うん、お話書くんだって。めぐちゃんの夢が叶うんだね、きっと。This is your apartment room in Italy. イタリアの君のアパートの部屋なんだよって。じゃあサニータウンから引っ越しちゃうんだね、きっと。大学の間だけかな。お勉強してる間だけかな。はい、number four。せーの。When Fred sold all the sandwiches, he came in the library and found Meg.はい。どういうことかわかる？自分でも。きっとわかるね。全部単語知ってるもんね。そう、メグ先生、フレッド君全部サンドイッチを売ったとき、そしたら、どうしたの？うん。ライブラリーの中に入ってきました。そして、found は何の昔？そうだよね。find。メグちゃんを見つけました。長いからもう一回読みます。Ready, go. When Fred sold all the sandwiches, he came in the library and found Meg. このスピードで言えるようにね。はい、次、Ready, go. Fred said, You look excited, Meg. What happened? あの、本がお高そうに見えましたっていうのは、It looked expensive でやったよね。これ、You look excited.Yes, もうわかるよね。君、ドキドキワクワクしてるみたいに見えるよってメグちゃんに言ったの。What happened? は前にやった。うん、4級受ける人は覚えてねとか言って。何が起きたの？何があったの？っていうことです。はい、次せーの。Meg said, I saw my future in that magic book over there. だから、あそこにあるマジックブック、魔法の本の中で、私自分の将来見たのよ、と興奮しております。皆さんは over there を覚えてください。これ二つで、あっちの方の、あそこの、あそこでっていう意味だよ。あそこの、あっちにあるマジックブック、ね、魔法の本ねって言ったの。はい、次、ready, go. I will study in Italy and I will become a writer.かっこいいね。イタリアで文学かなんかのお勉強するんじゃない？そして、writer、作家になるのよって。で、フレッド君にも勧めたんです。Go and open the book, Fred. You can see your future in the book. It is over there, at the corner. かなり興奮しております、メグちゃん。over there もわかるでしょ。corner はね、角っこのこと。あそこのあの角のところで、って指さして興奮してるんだけど、次一緒に読もうか、せーの。When Fred looked at the corner, he saw a small table and a chair. But he could not see the man or the book. How strange. みんなには見える？なんて奇妙なんでしょう。幽霊だったのかな、めぐちゃんの夢だったのかな、わかんないな。みんなはどう思う？はい、ではテストします。Number three。めぐちゃんが本を開いたとき、ここまで。Okay. When Meg opened the book, 彼女はまず写真を見ました。ここまで。She saw a picture. 何の？一人の若い女性の。of a young woman. もうハルト君も of の使い方わかるよね。では全部つなげてせーの。When Meg opened the book, she saw a picture of a young woman. はい、メグちゃんは考えました。
Meg thought. 下噛んだ thought。私思うのよね。これは現在形、今の形だよ。私思うのよね。私その女性を知っていると。Well done. I think I know the woman. 言うのが間に合わなかったら一時停止しながらやるんだよ、ハルト君もね。はい、number four. 時で始めてね。フレッド君が全部サンドイッチーズ売っちゃった時。Excellent. When Fred sold all the sandwiches, ハスマ君も前より一生懸命やってきてくれて、ちょっと言えるようになってきたよね。はい、サンドイッチ売り切れて、そうしたらその時、彼はライブラリーの中に入ってきました。そしてメグちゃんを見つけました。Excellent. He came in the library and found Meg. 全部つなげてせーの。When Fred sold all the sandwiches, he came in the library and found Meg. Good job. 君は興奮してるみたいに見えるよ。You look excited. 何が起きたの？ What happened? Good job, everybody. で、だんだん文章も長くなってきます。まるでお話を読んでるみたいだよね。自分でももう一回声に出して読んで、お話が頭の中で映画に作り変えられるかどうか。頑張ってきてください。それではまた明日。バイ。